はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、今どこにいるかというと、どっかないかな東京駅、はい、東京駅に戻ってきたんですね。今ちょっとね、千葉から東京駅に戻ってきました。はい、で京王線のねホームにいるんですけど、ここからですね、ちょっとねもう一本ちょっと動画撮ろうと思う。まあ今日7時ぐらいにはもう帰らないといけないんですけど、今まだ4時なんで、ちょっともう一本だけね動画撮ろうかなと思います。でちょっとね行ってみたいところがあるんで、そこ行こうと思うんですけど、どこ行くかというと、日暮里日暮里ポリ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 行きたいと思います。ということでね、早速行ってみましょう。よろしくお願いします。寒っ、すげえ風強いんかな。ということで日暮里行きたいと思います。止まるんよこれ関西結構歩いてる人多いけど、東京止まるんよね。よいしょ、全然わかりませんが、上の湘南ラインじゃないの日暮里日暮里、その後7番線26分発快速土浦駅をお待ちください。お、なんかある。快速土浦駅も本日7番線から発車いたします。ハニーズバー。よし、ハニーズバー。69号、たくさん行きが参ります。ミックスの S で。黄色い展示ブロックまでお下がりください。Attention please, the Legend Express 2169 bound for Kazuta. ホームの上の寄りには止まりません。足元の赤色特急日立時は乗車口1号車からちょっとあれよね、お待ちください。段取り悪いね、バーの乗車口の中に段取りが悪いっすよ。まあでも味やからね。どれどれ、9番線ドア出しました。お待たせしました。7番線は16時23分発上半線特急ゆるす阪神の梅田駅みたいにね、こんなんいらないんですよ、蓋とか。もうこのパンってパンパンパンって出してくれたらね、すごい飲みやすいと思うんやけど。きっちりしてるわ、もうさすが東京です。まあ味は悪くないですよ。酸味強めかな、うん、うまい。
めみたいな状態ですからね、はい、金払って飲め飲めみたいな感じでガンガン出てくるから、そういう風にしたらいいんですけど、ちょっとおしゃれですね。まあでも東京グリーン券があるからね、グリーン車があるんで、やっぱりね、車内で飲めるっていうのもあるんで、南千住、北千住、松戸、柏の順に停車します。7番線には常磐線直通土浦駅短い重量。外に出ようかなと思うんですけど、あ、山手線、という感じでね、いろんな路線が混ざってるんですね。まあ京成以外は JR なのかな、なんかそんな感じがするんですけど、日暮里駅に来ております。まあ、京成ね、京成線乗り換え口っていうのもあるし、日暮里舎人ライナーっていうのもね、トネリさんがね、まあ、乗ってるやつとか、まあエコキュートとかもねあるんですね。もうやっぱり東京ややこしい、超ややこしい。伊勢中川ぐらいでいいんすよ、ちょうど。僕には伊勢中川がいいんすよ、ちょうど。ということでね、ちょっと早速、暗くなったらダメなんで改札出ましょう。椅子になってますよ。
さんもあるし、何あれ、木村スタンド、ガソリンスタンドじゃないよね、お肉屋さん、なんか買い物すところもあるし、すげえな。で、山手線、京浜、東北線とありますね。すげえな。まあでも外出よう。プラレールもあります。よいしょ、これかな、これこれのこと。あ、これこれ、下五印伝橋ね、これっすよ、これ。なんか思ってたのとちょっと違うイメージ。すげえすげえすげえけど、これ邪魔だな。邪魔だなこれ。ああ、ここここ これよ、この何線かようわからへんねんけど、まあ、山手線、京浜東北線、これが多分新幹線でしょ。で、これが日暮里線、日暮里線じゃない、何やったっけ、常磐線で、京成スカイライナー。すげえ、これこれこれ、ここですね、下五印伝橋ということで、トレインミュージアムという感じで書かれてます。ここのね、景色、これこれすごい路線なんですよ。でも本当メッカのスポットでね、一回行きたかったんですよね。昔タモリさんの番組の夜タモリっていうのでね、なんかレース競争みたいな、そういう企画がありましてね、ここが出てたんで、ああ一回行ってみたいなと思ったんですけど、やっと来ました。山手線が行きました。次は新幹線、あれはなんだ、小町かな。これは
東京ライン高崎方面行きから間違ってた、ごめんなさい。これ凄まじい、結構取られてる方いますね。ほらあそこにあの方取られてますよ。すごい裸足や寒くないんかな。あら、京浜東北線ですね。山手線が来た。京浜東北線輝かな、北陸新幹線ですね。京成あれはなんだ、日暮里牧人ライナーだ。日暮里牧人、牧人そうすると山手線ね、はやぶさだ、はやぶさなんかな。感じでね、黄昏れてる人が結構いらっしゃるんですけど、こうやって日暮里を駆ける電車車両もこう書かれてるんですね。いいですね、こういう感じで。すごいな、下郷印伝橋、ところよく作ったな。というか、まあ橋なんですけどね、普通に見た感じは普通に橋なんですけどね、はい、すさまじい橋です。
ずっと寒いけどずっと折れるっていうような感じですね。飽きないですよね。ということでね、下五印伝橋ということでね、コンクリートと頑張ってきた、昭和39年の感じで、なんかね、平成7年にできたんかな、ちょっとよくわかんないですけどまあとりあえずね、すごいっす、まあすごいっすこんな感じなんですけど、もう秋が来ない下五印伝橋、ぜひねお越しください。これはね、ほんとね、結構ね、やっぱり有名なところです。ぜひね一回、もう飽きないっすよ。はい、ということで、ちょっとここ来たかったんで、ちょっと寄ったんですけど、まあそんな感じでね、日暮里駅、ぜひね、東京来たらね、お寄りください。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。最後に一本取っていこう。何が来る？最後に来るのは何だ？なんか来た。おーっと。なんだ、なんかの特急ですね。その後に山手線と、素晴らしいです。お、また来た、また来た。ちょっと待って、これ帰られへんやん、もう。それでは終わります。ありがとうございました。